旧駅舎構内三本松方より、構内鶴墓方より、入駅は、香川県東香川市沿いにある、四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は、T13。島式ホーム一面二線を有する地上駅。二番乗り場が直線となる一線スルーの構造である。駅舎からホームへの移動は、古線橋を利用する。無人駅となっている。ホームの幅が狭いため、 特急列車の通過時などは注意を要する。1日平均の乗車辞任は以下の通り。香川県駅乗降客数。2021年3月11日閲覧。ABCDE 市の明停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、649ページ。 ISBN 978から4から 533029806AB、通報高徳本線入駅の駅員無配置について、鉄道広報、P1、使用例、定区運転室展望 N2000 系、特急図司徳島、高松ホーム通過しながら使用不使用例、ビコムワイド展望特急アンドナルト線通過、待ち列車があり、ホームに人影なし、 ありがとうございます。